お月見リースを作ります。まずこちらでリースの部分を作ります。こちらをまず三角に折ります。三角に折ります。広げます。中心に向かって、三角に折ります。折り目で折ります。こちらの中心から折り目に向かって折ります。反対側も折ります。開いて折り目に合わせて折ります。開いて袋を開いて折り目で折りたたみます。こちらで一つ目の完成です。同じものを全部で4つ作ります。こちらを組み合わせていきます。まず糊をつけます。合わせて貼り付けます。こちらでリースの部分の完成です。次に飾る絵とものを作っていきます。まずこちらで月を作ります。まず4分の1の紙を用意します。こちらを裏返して三角に折っていきます。同じくらいの大きさで折っていきます。裏返して月の完成です。次に雲を作ります。まずこちらを半分に折ります。こちらを3分の1で折ります。開きます。こちらの一つ目の折り目で折ります。裏返して折り目で折ります。裏返してこちらの角を三角に折ります。一度戻して袋を開いて折り目で折りたたみます。こちらの辺を折り目に合わせて内側に折ります。対角線上も折ります。
角をすべて三角に折っていきます。裏返してこちらで雲の完成です。こちら同じものもう一つ作っておきます。こちらを月に貼ります。こちらで月の完成です。次にタヌキを折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折ります。いただきます。中心に向かって三角に折ります。反対側も折ります。折り目に合わせて折ります。開いて中心から一つ外側の折り目で折ります。こちらの角から折り目まで斜めに開きます。反対側も同じように折ります。こちらの角を角に合わせて折ります。こちらを、こちらの折り目に合わせて戻します。こちらをここの折り目に角が合うように内側に折ります。反対側も折ります。こちらの角をこっちがまっすぐになるように折ります。反対側も折ります。こちらを開いて折りたたみます。上の角を下に下ろします。裏返してこちらの角を三角に折ります。段折りで戻します。こちらの角を三角に折ります。裏返してこちらの角を内側に折ります。こ
ちらで完成です。今回は色違いでもう一つ用意しました。こちらを貼っていきます。こちらで完成です。